パポ友さんなら人を見て疲れることあ、パポ友さんなら人を見て疲れることってありましたか？介護職して職員さんと利用者さんを見るたびに疲れるのは私だけなのかなって思いました。いやいやいや、それはお疲れになるお仕事じゃないですか。僕はね、なんて言ったらいいんだろう、見えるもの感じるものをそのまま伝えるだけなのでね、そんな疲れないですよ、実際のところね。ただそれだけをお伝えするっていうことではなくって、失礼のないようにしなくちゃいけないっていうことに関しては、やっぱりね、せっかく来ていただいた方なんでね、ご気分害されないようにするためには、きちんと勤めなくちゃいけないっていう部分だけではちょっとね、女房の前とは違う精神状態になるので、まあまあ女房と二人でいるよりもそこの部分では疲れるかもしれないですけどもね。職員さん同士の人間関係ね、それ難しいんだろうな。僕はね、合わないやつがいて、今までのね職歴でですよ、合わないやつがいるところはとっととやめましたね。だって合わないんだもん、そんなところと思って自分の人生削りたくないですからね。でも会うようには努力しましたよ。気持ちの自分、私に対して例えばね、嫌な感じの人に対しては素直に、すげえめっちゃ俺に対して嫌な感じなんだけど、なんか俺したとかって聞きましたね。別に喧嘩を売るんじゃなくてですよ、聞いてみました。俺の受け止め方次第なのかな、俺なんかしたらなんかすげえなんか嫌な感じするんだけどとかってね。いやいや、そんなことないよ。あ、そう、じゃあ決め袖だったらよかったって、そんな感じでもってガス抜きしましたね。そこで抱えちゃうとろくなことがないのでね、っていう感じで人生生きてまいりました。気楽な親父でございます。初見です。初めまして。最近嫌なことが続くので、明日家族でお祓いに行こうと思います。そうですね、お祓いに行く、嫌なことをバーンと祓いに行くっていうことと同時に、晴れやかな気持ちになりますようにっていうことでもって、沈まないで帰りにみんなでね、お団子かな、美味しそうなさ、参道で売ってるさ、なんかまんじゅうかなんか食べてさ、食ったらね、今年わははって笑うと随分変わると思いますよ。こんな状況でオリンピックって聞いて、ああ、多分ね、オリンピックもやらないって言ったらとてつもない経済的なダメージを受けるんですよ。だからやるって言い続けなきゃならないんですよね。さっきも僕は言ったんですけどね、いわゆる株為替で儲けてる人たちっていうものは、それが整うまでをやるって言い続けますよね。実際問題、我々がその、例えばね、バブルが起きるの、お客さんのね、チケット代がどうのだ、放送券がどうのだ、どうでもいいんですよね。国を動かすほどのお金を持って株為替をやってる人たちっていうの、そういう人たちっていうのが、まあ、いわゆる、準備ができない、どう儲けるかっていうことだけですよね。なので今円高の方向にどんどん進んでるじゃないですか。これはオリンピックやらないって言ったと途端に今度円がドーンと下がりますから、そこら辺のことも考えて、迂闊には言えないと思いますよね、と思いますよ僕はね、って思います。こんばんは。自分は元旦那の介護をしています。夢はあります。夏にオーディションを受けたいと考えます。年齢な、おー、へー、まあ何のオーディションかは分からないんですけど、頑張ってください。夢を持つということはとっても大切でございます。夢も希望も希薄にはなっていますけども、小さくなってきますけども、年はとっても必ず夢っていうものを持ち続けることは大事です。希望もそうです。いや、明日頑張って働いてちょっとチャーシュー麺にしちゃおうかなとか、そういう希望でも、それも夢ですよね。夢や希望大切ですよ。外で亡くなった動物たちを供養し、あげようとするのは良いことでしょうか。悪いことではないっていうふうに思いますけどもね、あまり執着をなさらない方がいいと思いますよ。キリがないですよ。
動物の線引きっていうものを結果的に自分でしなくちゃいけないですからね、動物さんの供養をするために蚊取り線香かなんか撒いちゃったりすると、何それってことになっちゃいますので、あまり、深入りはなさらない方が僕はいいと思います。キリがなくなりますよ、本当に。人を、継続的に憎んだり怒ったりしたら生き霊として飛んじゃいますか？自分の生き霊が飛んでっちゃっていうのは、それは執着していることの端。いやいや、憎むとかさ、何？この怒るっていうことは、感情っていうのは生きてるものの特権ですよ。喜ぶとかさ、あるいは感動するとかっていうことの、裏側にあるものじゃないですか。そこのところはそれなりの理由があれば全然僕は問題ないと思いますよ。だって理由があるんだもの。理由なくっていうふうになったらちょっと考えもんですけどね。感受性の強さが半端なきなさすぎ、子供みたいって上には、これね、重なっている、いわゆる前世さん、ね、か、ご自分の持っている、ものと、ちょっと相反するものだったりする場合があるんですね。そういう時はね、そういう性格になる時があります。それもひっくるめて自分っていうふうに受け止めてください。自分基準で生きてください。上司が決めるっていうことはおかしいです。人格を決めんじゃないよ、あんたが。私は私の性格なんだ。あんたの性格だとすげえ悪いんじゃないの、私から見たらって。まあそういうふうになっちゃうじゃないですか。なのでね、自分の軸っていうものをちゃんと受け止めてくださいね。そこで世間の枠に当てはめようとすると、どんどん病んでしまいますのでね。でございますよ。上司に子供みたいって言われて、あの子おるとイライラするっていう、いや、マジで。あんたはやめろって言ってもいいですよ。何言ってんのって言って。上司っていうものはね、仕事上の上司であって、人格を否定するようなものではないですし、イライラするんだったらやめたらどうすかっていうことですよ。権利はないのね。そこに関してね、仕事ができないだとか、その怠慢であったり、要は、会社にとって不利益が生じるっていうことだったら別ですけど、上司が気に入らないからって、部下にそういうことを言える権利はないですよね。毅然とした方がいいですよ。コロッと変わりますよ。いやー、仕事ができないっていうことを言われますね。それはさ、自分のっていうものに関してさ、雑用でもいいじゃないですか。なんて言ったらいいんだろうな。合う合わない、覚える覚えないっていうのはありますよ。仕事ですからね。一回で覚える人もいれば、十回言わなきゃわからない人もいる。さりとて長い年月で考えたときに、じゃあどうなんだっていうふうに考えたらね、最初の一年で仕事を覚えたやつが、その後ずっと先に走るってことなかったりするんですよね。結局5年ぐらいになったら、コツ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 とやってきたやつの方が、地道に頑張れる力があったりなんかするわけですよ。だけど、今は、即戦力、即戦力みたいな感じでもって、求めますけど、土台即戦力なんていうものは無理なんですよね。日々勉強というかさ、そういうことでもっていかなくちゃいけないのでね、焦らない方が僕はいいと思いますよ。